ニキフォロス二世イ、ドゥカス・オルシーニニキフォロス二世イ、ドゥカス・オルシーニは、イピロス先生公国君主、名目上のケファロニア宮廷博。古典式関連表記では、ニケフォロス二世イ、ドゥカス・オルシーニ、ジョバンニ二世・オルシーニの息子。ギリシア系、イピロス先生公としては、ニキフォロス二世・ドゥカスである。一方で、イタリア系、ケファロニア宮廷博としては、 ニチェフォロオロシーニである。父・ジョガンニはイタリア人とギリシア人の根血であり、母・アンナは東ローマ帝国宮廷出身のギリシア人である。したがって彼の血統の4分の3はギリシア人の血が流れていることになる。彼はイピロスで生まれ、若年期をコンスタンティノポリスで過ごしていたため、ギリシア語、イタリア語ともに堪能であったと言われる。年。 母アンナ・パレオロギナが父、ジョバンニを毒殺するという悲劇によって、幼少のうちに、イッピロス先制広告の君主となる。しかし、このスキャンダラスな事件は長らくイッピロスの併合を、渇望していた東ローマ帝国に、格好の口実を与えることとなってしまった。皇帝アンドロニコス3世、パレオロコスは、ヨアニス・カンダクジーノス、セオドロス・シナディノスらの重心。 将軍を同行して、イッピロスの併合に乗り出す。アンナは幼いニキフォロスの摂政として、これに抵抗するが、軍事的には、東ローマに及ぶべくもなく敗退し、1338年、アンナは、東ローマ帝国に連行される。しかしニキフォロスはその前に、赤いアコを未亡人、カトリーヌ・ドバロアのもとに預けられていた。東ローマ帝国のイピロス征服は、順調に見えたが、 思わぬ反撃に遭遇する。コンスタンティノポリスの支配を好まない、土着の有力者たちが、亡命先成功にキフォロスを押し立てて、離反を図ったのである。イッピロス行政官として着任したばかりのシナディノスは、捕らえられて投獄されてしまう。驚いた、アンドロニコス3世は再度、カンダクジノス、そしてカンダクジノスのオイオアニスアンギロスを派遣して、事態の収拾を図った。 長い包囲戦と交渉の末、1340年になってようやくイッピロス側は降伏し、まだ亡命先にあったニキフォロスの引き渡しについても合意がなされた。イッピロスに、アンゲロス、セサリアに、ミハイル・モノマホス、セサロニキに釈放された、シュナディノスがそれぞれ軍政官として就任し、東ローマ帝国の旧イッピロス先制広告支配が発足した。ニキフォロスは、 母アンナ、姉妹ソマイスと引き離されて、コンスタンティノポリスに連行された。彼はそこで、アンドロニコス3世から最高位尊厳校の爵位を与えられた上、ンダクジノスの娘マリアと結婚し、ンダクジノス家の一員として、東ローマ宮廷に迎えられた。一方、母アンナは、 セサロニキに遊兵された者の,の間もなく脱走して、イッピロス・アルタに戻り、セルビア王国のイッピロス支配に伴い、ステファン・ウロシュ四世、ルシャンの義兄帝で、アルバニア先生ヨバ番コムニノス・アセンと結婚して、アルバニアに移住した。没年は不明。ソマイスは、ルシャンの異母帝、シメオン・ウロシュ・パレオロゴスと結婚した。イッピロス併合の翌年、 アンドロニコス3世が死去すると、東ローマ帝国では帝位をめぐる内乱が勃発した。まだ年少のニキフォーロスは、同じ年少の妻マリア、ギボイリにアサニナラ親族と共に、カンダクジノス家の拠点、トラキア都市アドリアノープルに身を寄せる。内乱は1347年2月、カンダクジノスの勝利となり、彼はヨアニス6世として皇帝代官する。 その年のうちに彼は、義兄帝にあたる皇帝の自主マヌイルカン・ダクジノスと、共に、先制公の社会を正式に授けられ、トラキア沿岸都市、エノスの行政官として派遣された。ニキフォロスは、ヨアニス六世の婿としてその政権を支え、ヨアニス六世のもう一人の婿ヨアニス五世イ、パレオロゴスが、青年に達して、ギフと争った時も、ギフを支援し続けた。 しかし1354年に、ヨアニス六世が廃位され、翌1355年に、セルビアオーデシャンが死去すると、東ローマ宮廷と神楽寺の助に対する忠誠心を捨て、単独でヨアニス五世と和解して、トラキアを離れ、帰境の途に着いた。当時のイピロスは、ルシャンの弟シメオン先生校が統治していたが、ルシャン死後、各地で自立した諸公の対立に巻き込まれその勢力は、 不安定であった。ニキホロスは、その不安に乗じ、また唯一の正当なドカスコムニノス・アンゲロス家の後継者に期待する地元民に歓迎されて、イピロスとセサリアを掌握し、シメオンとその妻ソマイスをマケドニアのカストリアに追放した。エノスに残してきた妻マリアも間もなくして、セサリアに到着し、二人はアルタで支配を開始した。念願の帰郷と、 旧支配権の回復を果たしたニキフォロスであったが、問題がいくつも存在していた。1347年にこの地域を襲ったペストと1348年、以来続いたセルビア支配はこの地域の住民構成を大きく変えてしまっていた。ギリシャ系人口は減り、代わってセルビア人、それ以上にアルバニア人が多数この地域に南化し、定住を始めつつあった。 ニキホォロスはこれに対抗するため、セルビア人との提携をも論ろみ、そのために、妻、マリアを離婚して、コドシャン王の妻の姉妹との結婚を企てた。しかし、これに対して、ギリシア人、アルバニア人住民が一斉に反発し、ニキホォロスの立場は、かえって危うくなった。マリアは、ミストラスにいた弟のモレアス先生子をマヌイルの元に身を寄せていたが、 セルビア王家との縁組みを断念した夫に呼び戻されることになった。しかしニキフォロスは妻の帰国を待たずにアルバニア人の武力討伐に乗り出しアヘロスカンの戦いで逆に打ち破られて戦死した。再建されたイピロス先生綱領はわずか3年であっけなく、加解してしまった。未亡人となった妻マリアは弟マヌイルの手でコンスタンティノポリスにて、 修道院入りしていた母入りにの元に送り届けられた。彼女はそこで修道所となり残る余生を送った。彼女とニキホロスとの間にはメテオラ修道院の一つアギオスステファノス修道院の創立者と目される修道士アンドニオス・カンダクジノスが生まれている。また彼とは別にマヌイルという名の息子がいたという説もある。ニキホロスの死は 七条ンに二世のそれと同じくイピロス、先制交流氏の大きな転換点となった。彼は、ドゥカス・コムニノス・アンギロス家に連なる最後の君主となった。また、イピロスと、セサリアを一人で統治した中世最後の君主となった。彼の短い統治はそれ自体が、イピロス地方史における大きな転換期の最中に、一致している。それは、人口構成の変動、アルバニア人の自立と、 国家形成、イッピロスセサリアの地域的分断の時期であった。しかしニッキフォロスはそうした時代の変化にうまく対応できず、力で彼らを抑え込もうとして失敗した。彼の後にイッピロスに帰還し、支配権を掌握したシメオン・ウロシはその鉄を踏まなかった。彼はアルバニア人に情報して、彼らに自治を与え、緩やかな総主権による統合に満足した。しかしこれ以降、 イピロス、セサリアは事実上分裂の時代を迎える。この地域が一つの国家のもとに統合するのはオスマン朝時代になってからのことであり、キリスト教徒による統合は1912年のバルカン戦争による近代イギリシアの両地域併合まで待たねばならない。ありがとうございます。